いつもここにいた方、いなくなっちゃいました。ここで次のエリアに行くのか。カモメ、カモメがいる。カモメがいたぞ。なんか海でしか見たことないからすごい新鮮だ。こんな谷にもいるんだね。こっちか。まだあるの。遠いね。来た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 。来ました。今回このエリア。4つ目のエリアになるんですかね。やることは多分多くなってるかなと。6個か。6個集めなきゃいけないのか。はい、ということで今日もね、スプラ1のヒーローモードで遊んでいきたいと思います。前回15でね、終わったので、今回は16からやりたいと思います。探しましょう。どこにあるのか。探すのから大変なんですよ、実は。上かな？この中か？あ、すごい！中に入れて？あるのか？これか？ 16?19? 逆だね。6の逆、9。19だった。どこにあるんだ？あ、こっちにもあるぞ。これが16だといいな。18! 全然違いますね。上に一回出てみましょう。もしかしたら上にあるかもしれない。ここかな？ 16。17! だんだん下がっていってる。17か。この下もなんかあるんじゃないの？あるね。もしこ16か。16来た！やっと見つけた。やっと見つけたぞ。はい、ということで。16、プロペラリフトの要塞だって、プロペラか。プロペラには慣れてると。なんならさっきもプロペラ使ってきたから、おー危ない。毎回言うんですけど、スプラ1つけるのが久しぶり。だいたいなんか3日ぐらい。もっとかな、結構時間空いちゃうんですよ。時間空いてやってる。あ、これ間に合うかな。ギリギリいけるか。ギリ、待って。意外と間に合った。意外と間に合った。で、ミステリーゾーン取りたいんだけど、あれ多分アーマーなんですよ。アーマー別に取らなくてもよくて、はい。ミステリーファイルだけちょっと忘れないようにね。していきたい。あ、危ない。落ちるとこだった。危ねえ。まだないな、これ。見た感じない。この野生の感が働いている。まだないですね、これ。骨ボールはちょっと無視して、ここ壁登れるよね。オーケー。これも怪しいな。これアーマーか。一応アーマー取っといて。この下、なんもなさげ？なんもなさげだね。オッケー。ミステリーファイルどういうことだろうな。毎回ミステリーファイル見るのにちょっとね、ハマっちゃってるんですけど、個人的には全部取りたいので、いやもう個人的にっていうかもうみんなも見たいと思うから、取りたい。あー、プロペラあれか。ちょっと似たようなステージあるよな、これ。スプラ2のヒーローモードに。ありますよね。似てますよね。これ間に合うのか？間に合うのか？間に合った。ギリギリ。ギリギリ間に合った。あ、この下ミステリーファイルありそうだな。こう上げ切った時に、もしかしたら、下が、隙間が空いてるとことかない？そういうところに俺ミステリーファイルあると思うんだけど、ないね。見た感じね、ないね。ってことはまだない。大丈夫。先に行きましょうか。一応後ろも見ておいて、ないですね。まだまだ先か。え、なんか終わりそう。終わりそう。あ、大砲ある。大砲めちゃくちゃ好きなんですよ。この下とかなんか結構、ありそう。なんかネギトロ炭鉱に似てるな。スプラ1にしかないステージ。ちょっと炭鉱に似てますよね。プロペラ撃つのかな？プロペラを打って、こっちに呼んで、あ、なんかギリギリいけなさそう、OK。風船を打てますよってなりやすし、これ乗ってないと退屈しないように敵が出てくるよ。ん？すごいね、あれ。あそこ行きたいね、あっち。なんか、ミステリーファイルあるかな。さすがにあんなとこにはないか。おえ、これ怪しくない？ちょっと待って、やめて。やべ、これなんか乗り続けるとやられちゃう。これの予想は、あ！ちょっと出すか。出さなくてもいけるな。オッケー。キャラコン使って。これ見せられるだね。おー、いいとこありましたね。今回は見失わないようなとこに。ちゃんと見えてるとこにあってよかったな。隠されてるわけではなく、
ちょっと取りづらいところになりましたね。風船壊し、こっちにプロペラがある。これなんだ、バリアだ。バリア使いたい。あれいけないよ、もしかして。なるほど、両方上げていくのか。あれ違う。え、これなんで、え、倒さなきゃいけないのかな。うわぁ誘致だ。タコサルス強くない？今の一瞬でああいう位置取ってくる敵なんていないよ。わかった、バリアを使おう。バリア、バリア使って。うれうれうれ、うれ。あー、これか。オッケー、バリアでご利用しろっていうことだったのか。クリアしました、プルプルラリフト。まだまだ簡単ですね。プルルル、プルルル、1号。方向のシルエット見覚えがあるんじゃない？みんな。もしもーし、聞こえてる？受話器が逆。もう顔も逆になっちゃう。あ、私はニューカラストミタイン1号。ちょっと変装してるね、この二人。同じく2号。当たり目指令からの SOS 受け取ったんだけど。あんたが3号？当たり目指令の代わりにサポートするよ。あ、そう、当たり目指令が前回のあの動画でいなくなってしまったので、教えてくれるキャラクターいなくなっちゃったんですよ。ヒーローモードって。チュートリアルみたいなもんなのに。指令が連れ去られてしまったせいで。なので今回は1号と2号さんが。まあ正体はね、今後多分分かっていくと思うんですけど、なんならもうこれ見たら分かるよね。分かるよね。まあネタバレになっちゃうは言わないんですけど、はい。今回から教えてもらいたいなと。急がないと指令がスルメにされちゃう。そんなわけでいかよろしく。あ、悠長に、あの、プロペラリフトとかやってる時間ないよってことだね。お大縄バタ、大縄バリバトル以前は、イカとタコの種族間を超えた交流もあったようだ。さらなる海面上昇により、狭くなった縄張りを奪い合うことになろうとは、この若者たちにも想像ができなかったであろう。これね、すごいのがスプラ2でタコも使えることだよね。バトルの前はイカとタコはまあ、仲良かったらしいけど、2になったらさ、タコも使えるってことは仲良くなってるようなもんじゃん。これ今、見るとちょっと、いいね。はい、やってきました。ちょっとインクが水色で、綺麗だね。なんか白っぽいですね。はい、17のステージにやってきました。だんだんミステリーファイルがもう、あと半分ぐらいになってきたので、俺の楽しみもなくなってきます。折り返し地点に来たと考えるとちょっと寂しいんですけども、今回もミステリーファイルを求めて。まあ、こんな感じだったんだよな、スプラ1のヒーローモードって。まあ、異様にタコのエイムがいいんですよね。スプラ2と比べるとエイムがいいから、弾が結構当たる。うん。でもなんか、インクの、なんだろう、アーマーがさ、おー、チャージャーのやつもいる。あ、危ない危ない。このチャージャーちょっとやらしいな。かわして倒す。そう。アーマーがね、結構出てくる。ヒーローモードのアーマーが。インクアーマーじゃないよ。とりあえずこれ、避けて、この下、あ、はい、ファイル見つけた。なんかそんな感じはしたんですよな。ありそうだったのな。おっと、危ない。待って、車線2本は効いていない。スプラのチャージャー強調なので。チャージャー怖い。マジで怖い。当たる、当たんないとかじゃない。怖い、痛い。うまっ。今当てられた俺。ちっちゃいですから。別のタコに当てられたのかな。うん。あー、危ない危ない。これ全部壊しといて。でもミステリーファイル手に入れたからさ。ご利用しちゃおうか。探す必要もないね。で、ちょっとステージがモンガラキャンプ場と同じ感じ。あーって、これ大丈夫か？これ、危ない危ない危ない。これ大丈夫か？大丈夫か俺。頑張れ。頑張れ俺。マジでお前ギリ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 耐えてる、ギリギリ耐えてる。ちょっと待って、頑張っていきたい。オッケーギリギリ耐えたぞ。え、偉い、イカちゃんが偉いよ。あんなとこで戦わしてごめんな。これ危ないね。いて、あ、でもワンパンで倒されるわけじゃないんだ。当たっても一応生きてられる。次に行きたい。あ、もう近いぞ。もう最終チェックポイント。なんかスプラは少し早いですね。早い。
もうショートカットできそうだね、これ。ほい。わざわざな、坂を上がる必要ないんだよ。ショートカットできるんだよ、こうやって。ほら、立ち用パーキングみたいな。もう倒さないから、ちょっとやばい、車線が怖い。うわぁ、なんかまず立ち用パーキングを表すようなステージだな、これ。ほんと似てるよね。形そっくりじゃん、立ち用パーキングに。チャージャーがいるところとか。うわぁ、撃てた。ちょっと危なかったな、そこ。ちびっこ民謡選手権。優勝は塩辛地方出身のいとこ同士の二人。思わず浸透圧が上がりきる。その歌声に審査員も満場一致の大拍手。これ塩辛圧だ。てか昔のあおりちゃんとホタルちゃん、かわいい。うわー、ぐるり巡ってぬりぬりバー。なんかメリーゴーランドみたいなステージが来たな。てかこれメリーゴーランドっぽいですね。遊園地だよな、周りは。え、こんなとこまで何こんなとこまで撃ってくるの、リスポーン地点じゃん今ここ。なんか殺意がある。なるほど、でもちょっといいステージですね。遊園地に来た感があって。痛い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 、エイムが良すぎるんだよ。これ一回テイク1個でいこう。逃げろ、すぐ逃げる。で、ミスイファイル忘れずに取りましょう。さっきの若いホタルちゃん、アオリちゃん見たいですね。こっから来るのは塩カナーズについてなのかな。危ない、倒しとこう。あ、待って、これこれさ、俺にはわかる、ミステリーでしょこれ。勘が働いている。あー、危ない。ほら来た、あ、ほら来た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 。俺の勘が働いてたもん今。よし、もうじゃあ探すこともない。こんな序盤になるんだね、ミステリーファイル大変だね。 OK、 なんかうまいこと登れる。よーし、先にジャンプして、さあ次何があるのか。ちょっと遊園地っぽいステージなのでね、遊びたいけど。こういうとこでスプラにも遊園地あるんですね。まあ観覧車あるの知ってたけど、あれってなんか大阪とか名古屋にもある、なんか街中にある観覧車だと俺は思っていて、なんだろう、まあ乗ったことないんですけど、知ってますか、あの名古屋とか大阪行ったら街中にあるの。あんま行ったことないからわかんないし、乗ったこともないからわかんないんだけど、ちょっと、やられた、やられてしまった。ちょっと焦っちゃったな。では横浜にもあるよ。まあ横浜にあるのは遊園地なんですよ。これなんか取れって言われなかった。鍵、あ、鍵がないからいけないんだ。鍵を探さなきゃいけないんだ。彼らが持ってんじゃん。あ、持ってない、ね。勘が働きすぎて申し訳なくなるわ。すぐ取れちゃう。で、これ鍵、カニの鍵を開けろってことね。カニ鍵ね。カニ鍵。あ、最終チェックポイント来たぞ。また鍵だ。これが鍵だったら今よかった。いやー、もう絶対この部分持っている。あ、違うね、君か、君だね。 OK、 取りました、しっかりと取りました。せっかくなんでちょっと周り見ておきますか、遊園地を。あー、ジェットコースターしかないな。あー、コーヒーカップだ。コーヒーカップもある。コーヒーカップとジェットコースターだったのか。はい、クリア。いいね。ブイヤーベース、いつでも真夏の大大大セール、すべてがマストバイ。とにかくマジヤバい、ダサい奴らはお断り。おいでませイカスガール、待ってるぜイカスボーイ。これ宣伝だね、広告や。これミシルバイルじゃなくて広告や。いいねいいね、そんな感じでオレンジナマズのお願い了解しました。いや、今回からちゃんとアオリちゃんとあのホタルちゃんがなんか助言してくれるのがすごい嬉しい。はい、やってきました19のステージですね。ぐるんぐるんステーション、また回転してるよ。コーヒーカップもメリーゴーランドも回転してるよ。今度はなんだ、これもなんか似たような感じか。待って、ミステリーファイル忘れてた。なんかありそうだよな、意外とね、序盤にあるからね、こういうとこ。なんか見忘れちゃうときつい。ファーマーか、いや隠れてそう、マジ隠れてそう。マジこの見とこないですね、今回はないね。いいかな、以上。
さあ行きましょうか。行く前にでも周り、おっと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 、あ、魔法ガザル、めちゃくちゃ当てるね。強いね、タコ強いね。タコからあれないよな、タコゾネスに変わっていくんだっけ、なんか言ってた気がするけど、このタコたちが進化してくるんだよ、なんか言ってた気がする。あれ、それタコゾネスだっけ。なんかタコゾネスはワカメついてるのが一番強いんですよ。ここなんかありそう。ないか、ないのか、ここもないのか。危ねえ、滑り落ちるとこだった。まだない、心配になってくるんだけど、ここまでないと取り忘れたか嫌だからね、俺。危ない、危ない、危ない。いや、まだ行かないよ。後ろに何かがあるのかもしれない。ないね。え、終わっちゃうこれ。あ、チェックポイントだ。まだ猶予はある。後ろ一応見とくけど、これ乗れないやな、さすがに。これさすがに乗れない。なんか乗れそうだった。え、めっちゃ気になるけど、ないね。回ってるとこに張り付いたりすんのか。うわぁ、なんだ、やめて、今検索中。うわぁ。待って、見せる前ないよ。いや、最終チェックポイント来ちゃった。え、これピンチじゃないか、初のピンチじゃないか。取り忘れたこともあるけど、ミステリーファイルのことを忘れずに取り忘れたことなかなか。あ、ここじゃん、これじゃん、ほら、これじゃん。え、ちなみにさ、これさ、あ、びっくりした。一回降りてから登れなくなってんじゃないかなって思ったんだけど、全然いけました。よかったー、最後に会ってよかったー。ミステリーファイルは、あの、探してたせいで全然このステージ楽しめてない。なんか、やらされてるか。ミステリーファイル探すのに必死になってる。てか、そんな難しくない。なんだろう、スプラ1、簡単？わさわさしてる方に、ひらひら泳いでる方が取り付いているのか、ひらひら泳いでる方がわさわさしてる方が焦っているのか、どっちなんだろうか。まあ、どっちでもいいんだが。どういうこと？え、どういうこと？どういうこと？意味がわからないんですけど。あ、このバルーンのことかな、これ。もうバルーンのことじゃないか。急ぎんちゃく。もうよくわかんないんだけど、これ説明してください、誰か。よくわかんない。おぉ、ネギトロタンク。これですね、さっき俺が言ってたネギトロタンク。このステージ。このステージ、スプラ1になかったんですよ。で、今回はタコゾネスが出てくるのか。ゴールするだけだな。一応倒しとく？一応倒しとこう。いや、避けるのうまいね。じゃあ、ミステリーファイル探そうかな、このステージで。リンクアーマーつけて、一応倒しとこうか。当たり前のように倒すから。おー、出てきたね。スーパージャンプ見えないか、ステルスジャンプだ、これ。見えなくなってる。よし。多分このまま行くとゴールなんだけど、こっちの道に行こうか。ここはね、上には登れないんだけど、ツナ缶。スパシャの缶が出てきましたね。ってことは、ミステリーファイルは、この先にあるのかな？あ、チェックポイントは一応発見した。ここにいる。倒して、こっちある？バリアの缶か。じゃあスパショ使っとくか。よいしょ。スパショで敵を倒す。よいしょ。オッケー。一応バリア取ってくるか。念のため。念のためバリア取っといて、まあ、ちなみになんですけど、ショートカットがありまして、あ、でもこれできないな。このステージのね、ショート、ここからね、ここに移れちゃうんだけど、まあ、ちょっと今回は、登れない壁だったから無理だった。あれ、ミステリーファイル俺取るまで、言いたくないよ。これか？これ？え？あ、もうだ。なくない？ファイルなくない？ちょっと上見てみるか。上にあるのかな？もうタコのことなんてもう気にしてない。おお、危ない。タコ無視、ガン無視だよ俺。ほら、上のが強いんだぞ。ほら、もうすぐいたよな。見えてんだよな。ああオッケー。なんか無限に出てくるじゃん。タコゾネス。え、どこにあるんだろう。こっちにチェックポイントあるってことは、ほら、あ、違うか。
まあ いや、みんなはネギトロ炭鉱をちょっと楽しんでください。ほんと、こういうステージなので。こっちか、こっちないな。あれ、ガチでなくない？今回ミステリーブルないのかな、気になりすぎる。これか、え、ツナ缶出てきた。ボムラッシュだ。なくね、え、なくね、ミステリーファイルないよね。やばい、え、初めてこんな屈辱ない、ファイルがない。え、マジ、そんなことあっていい？ちょ、なんかまた来ちゃった、ここ。そんなことあります？ありませんよね。え、ガチじゃないんだけど。さあ行くか、もしかしたらこの先にあるかもしれんし。最初のステージのないよな。行くか。え、ゴールなんだけど。え？え？なくない？あ、あった。これだ。あ、あった。え？ガチ？これガチ？これガチか？マジか？いや、すげえ。あのね、見つけた、見つけた、見つけたんだけどさ、スプラ1ってさ、ここないんだよ。ステージね、こんなとこないの。なんか、知らなかった。こんなとこにあったんだ。気づかなかった。やったと思った。よかった。よかった。見つけた。よかった。よかった。よかった。あのドンシャリサウンドがさらに活かしてナウオンセール。いつまでもカラフルでちょっぴりセピアな、授業、読めない。呪玉のテンタクル。テンタクル！ナーバリーバトルの必須アイテム。スクイットスクワットのイカスキッズ。長かった。これを手に入れるまで、すごい長かったのに、漢字が読めなかった。申し訳ない。漢字読めないよ。あ、21のステージ来ました。また、あれですね、タコプターですね、これ。トルネードタコプター、彼からの脅威から逃げなくてはいけません。意外と強いんですよ、彼。トルネードが時々見えなくてさ、本当に。このミステリーファイルを手に入れていかなきゃいけない。そして、デカレン降下してですね、これはマリオカートでも、マリオカートデラックスでもあるステージであり、修正前だな。あれ？そうだよね、修正前だよね。みんなの知ってるね、デカライン降下したとはまた別のね、デカライン降下したかも。一回このステージアップデートで修正されてるんですけど、あ、こっち行けないんだ。そう、アップデートで修正されてるけど、修正前がこんなとこなかったんですよ。ここなんかね、多分、シールドとかが強くて、なくなったんじゃないかな。もうちょい開けた場所になりました。鎖骨ゴール倒しまーす。全然倒せない。跳ね返るだけで。あ、危ない、危ない。強すぎ、マジで強すぎ。これ全然倒せないし、やっとミステリーファイルありません。よいしょ、スパショですね。スパショをせっかくなので打っていきましょう。はいはい、スプラ3でも出るスーパーショットの改良前。いやあ、危ねえ。あ、待って、よかった。強いんだよ、マジで。トルネードがトルネード強いんで、これね、左がゴールなんですけど、多分右でしょ。右に道があるってことは、これミステリーファイルがあるはずよ。これよ。絶対これよ。タコプター倒していく。発見したけど、発見したけど、今のは避けれないな。今のミステリーファイルまだ取ってない状況になってる。なるほど。待って、すぐ取ってすぐ行く。すぐ取ってすぐ行くよ。オッケー。さっきタイミングが悪かったね。いや、えぐかった。あ、スポンジあるやん。スポンジね、スプラ1ではギミックとしてないんだよ。スプラ2からな。まあ、珍しい感じで。登っといて、こっちから行けるかな？なあ、行けない。行けはしなかったか。こっちに登ろう。いくらの道を取っといて、取っといて。よし、ゴール行っちゃおっか。これ終われば、コースになるんじゃないか？あ、ボムラッシュ行きまーす。あー、カーリングボムラッシュになってる。これ。
やったやった、いっぱい倒した。カーリングブームラッシュできるのも気持ちいいな。おお、着きました。彼をご利用して倒せば本来のボスに行けるので、今回の動画の醍醐味ですね。うわー、危ない。あれ、どんなボス出てきたっけな。うわ危ねえ。意外と倒しづらいな、この。逃げんな。よし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 。めっちゃ逃げてくやん。オッケー。よし、取って、あれ。あ、オッケーオッケーオッケー。すり抜けたぞ、いつか。いやー、これでボスだ。なんだこれは、靴屋の店にそっくりだ。エビを食べて死ぬ生き物がいたのだろうか。なんとおぞましい。作り方じゃん。エビの。エビフライか。エビフライの作り方や、これ。ロブや。ロブ。スプラ2にも出てくる、ドリンク売ってるロブや。うわぁ。タコツボファングだって。なんか廃れた地下水路みたいなとこ来たね。ちょっと汚い。いや、ちょっとどころじゃない。結構汚いぞ。さあ、どんなボスが待ち受けているのでしょうか。全然覚えてない。あ！牙。牙が、あ、これモグラじゃん。サーモランのモグラやん。これよく見たらこのステージ、ぽいよね。サーモランぽいよね。え、それモグラの先祖？先祖ですか？僕、君の倒し方わかりますよ。ほい。あ、これ違う。あ、歯が全部取れた。あ、この中にボムだ。この中にボム入れるんだ。ちょっと今見せてた。うわぁ、これ一応ボム食わしてる。サーモランのせいでさ、下から来るときにボム入れてある。あ、わーい。倒した。これは1回目か。すごいな。なんかマイクみたいな形してるな。てかこれマイクだな。モグラとマイクかけてるな。うちにあるマイクとはちょっと違うけど。カラオケとかにあるマイクもちょっと。やばい、出して。で、ゴム。OK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 。 あ、これ倒さなきゃいけないんだ。で、この中にボムなんだ。牙を倒すんやな。なんかサーモランのボム出してくる。いや、ボム出してくる。ボムを入れる。モグラよりかは、ちょっと強化されてるね。ボム入れる。まあ、それはボスだからか。なんだ、なんだ、金の牙になったー。金の牙だな。金歯かっこいいよな。俺おじいちゃんだって歯全部抜けたら金歯にしようかな。銀歯じゃなくて。金歯。はい。で、ここに入れる。綺麗に入った。あー、で、倒せばよろしいかなと。どう？なんか吹き出してるけど、どう？あ！やった。倒し方がね、単調なの。雑よ。こんな簡単でいいのかい。フリーファイルをゲットして、ゴール来たー。牙なき牙。タコツボファング。まあでも面白かったな。すごいすごい。サンゴなかなかやるね。思ったよりね。この調子でサクッとオーデンチナマズを取り返しちゃって。当たり目指令忘れてない？ギギ。誰？ギギ。すべて。あ、あんたが悪者ね。オーデンチナマズ返してよ。だから当たり目指令もだって忘れられてるね、あれ。俺一番当たり目指令のこと今思ってるからね。いなかったことに対してすごい悲しんでたから。すごい悲しいんだよ。だから、忘れないであげて。すべて縄張り。俺のもの。勝手に無線で範囲になっての。ちょっとサンゴ早くこいつとっちめて。これが多分ラスボスなんだろうな。タコワサさんかな。スプラ2ではタコワサさんが、敵だったんですよ。お、まあ、今回もゲットしました。設計図を。まあ、この設計図ね、よくよく考えてみたらね、あれだった。スプラトゥーンの新しい武器の設計図だった。ミステリーファイルというよりかは、ヒーローモードをやることによって手に入れる武器があるんですよ。まあ、例えばダイナモとか。ダイナモローラーはね、全部、
ヒーローモード終わらせないと手に入れないらしくて、まあそんな感じで、今回これなんだろうな、プロモデラーかな、なんだろうな、これ形がわかんない、僕には形がわかんない、でもなんかゲットしました。お今回も無事に終わることを終わらせることができましたので、今回はここら辺で終わりたいと思うんですけど、次のステージがね最後になるんですよ。今回4つ目のステージだったんですけど、多分5つ目で終わるので、最終回が来ております。ちょっと寂しくなっちゃうんですけど、ミステリーファイルとかも全部集めて、綺麗に終わりたいなと思います。それではまだチャンネル登録してない方や高評価を押してない方、よろしくお願いします。ということで今回はこの辺にしたいと思います。ありがとうございました。